ジュアン・マラガイはカタルーニャの詩人、ジャーナリスト。カタルーニャ現代史を代表する人物の一人である。19世紀にカタルーニャ知識人たちが中心となったラナシェンサに参加していた。彼は450以上の文学作品を生み出した。彼はジャーナリストとしてリアリでバルセロナ氏、ラベウ市場で活動し、それは社会的に大きな影響を与える。 彼の視点を投影させる有効な手段の一つとなった。彼はゲーテ、ニーチェ、ノバーリスラドイツ文学者の作品をカタルーニャ語に翻訳し紹介した。一人の人物としてマラガイはカトリック信仰を厚い人物で強い政治的意見を持っていた。1898年に発表されたスペインへの王土やイベリスモにおいて、 彼の影響は多かれ少なかれカタルーニャうちで多く、注目に触れた。彼の子孫は政治の世界に進む者が多く、孫の一人パスクアル・マラガイはバルセロナ市長、ジャナラリター代表を務めた。ありがとうございます。